QVC マリンフィールドです。千葉ロッテマリーンズ対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。マリーンズの先発はエースの成瀬、対するドラゴンズの先発は左の大野、以上の両先発、まもなくプレイボールです。さあ注目の立ち上がり、バッターは大島、第9球、初球空振り、タイミング合いません。初球空振りから第2球、投げた、ストライク、もう追い込んでいます。追い込んでから投げました、打った、破った、大島ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球、大島走った、キャッチャー二塁送球、間に合うか、ランナーを二塁に進められてしまいました。第2球投げました、これはボール、カウントはワンボールワンストライクです。投球は3球目、投げました、ボール、カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げました、打った、ショートバウンド、ボールを取った、クルーズうまくさばいています。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9球投げました、ボール、肩越しにランナー見た、投げた、ストレート空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、ボール、カウントはツーボールワンストライク、投げた、低め決まってストライク。追い込んで第5球、ストレートはボール、低め、ボールカウント3ボール2ストライク。さあラストボール、投げた、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは4番森野、第9球投げた、スライダーはボール、まずアウトコース低め、これはわずかに外れています。第2球、外角低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、低め外角ストライク、タイミング合いません。第4球を投げました、ボール、カウント2ボール2ストライクです。投げました、スライダーボール、はっきりしたボール球、フルカウント、二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げました、外れてフォアボール。バッターは5番平田、第9球、内角へストライク。第2球投げました、流し打ち、どうだ、井口交代、ファール、セカンド牽制球です、二塁タッチはセーフ。第3球はインロー際どい球、ボール、わずかに外れました、カウントはワンボールツーストライクです。投げた、空振り三振、成瀬三安がうなります。得点圏にランナーを送りましたが先制点には至りません。ドラゴンズこの回無得点です。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。バッターは岡田、アウトローを見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、落とした、空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、打った、森野ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッター加藤、インローへ変化球外れてボール。第2球投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、外れた、ボール、慎重に攻めてきます。カウントは2ボール1ストライク、投げました、打ちました、レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッター鈴木、投げました、アウトコース、高速スライダー外れてボール。第2球投げました、内角高め見送ってストライク。第3球、3球目ストライク、バッター追い込まれました。さあ4球目、
打ちました。三遊間のゴロ。ドノウエ掴んだ。ショートから一塁送球。アウトです。一塁はアウト。スリーアウトチェンジ。大野、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。1回の裏が終わりまして、マリーンズ同じく立ち上がりは得点ならず。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッターは小笠原。ストライク。タイミング合いません。第2球投げました。これは見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。ストレートはボール。いいところですが外れています。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた。ストライク。膝元厳しい球でした。第5球投げた。打った。右中間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター藤井。第9球初球外れても、投球これから2球目。2球目ストライク。投げた。まっすぐ空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。次が4球目。投げた。ボール。カウントはツーボールツーストライク。第5球投げた。打ちました。打球はセカンドの左。一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはドノウエ。投げました。低め際どい。ボール。第2球打ちました。センター方向に持っていきましたが取ってアウト。スリーアウトチェンジ。ドラゴンズ結局この回3人で攻撃が終わっています。2回の表が終わってドラゴンズ無得点で終了です。2回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。バッター流し打ち。森野、ボールを掴んだ。森野そのままベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球打ちました。初球打ち、これは内野ゴロ。どの上取った。一塁送球。記録はヒット。記録はヒットです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。続くバッターは井口。第1球一塁ランナー出た。ボールを二塁へ送った。ランナーを二塁に進められてしまいました。第2球投げました。ボール。これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク。投球は3球目。ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。高速スライダー決まってストライク。さあ投球は5球目。三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターは今井。第1球初球を打ちました。がっちりキャッチ。二塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。2回の裏が終わりまして0対0。マリーンズこの回チャンスを生かせませんでした。ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッター谷繁。ストライク。まずは決めてきました。さあ次の投球投げました。ストライク。これで追い込みました。第3球は一つ外した。ボール。カウント1ボール2ストライク。投げた。打ちました。センターへの打球ヒット。谷繁ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。マリーンズ内野陣はゲッツー体制。初球外れても大きく外れました。投球これから2球目。バントしました。ピッチャーの左へ転がした。キャッチャー取った。アウト。ランナー2塁に進みました。ワンアウトランナー2塁に変わります。右バッターボックスは2番荒木。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。セカンドランナーちらっと見た。投げた。スライダー見送ってストライク。第3球を投げた。打った。ヒットになります。ボールは中継。荒木ヒットを放ちました。これで2打数の1安打。マリーンズここは中間守備を取りました。タッチ。
チはセーフ。第9球投げた、外角ボール。第2球投げた、2球目空振り、少し迷ったか。第3球直球ストライク、外角高め、バッター追い込まれました。一塁へ牽制球を送ります、タッチセーフ。さあ4球目見送ってボール、平行カウント。投球これから5球目、ボール、完全なボール球、カウント3ボール2ストライクです。次が6球目投げました、直球外れてフォアボール、これで塁が埋まりました。第1球打ちました、これはいい当たり、いった、一直線、伸びた、伸びていった、入った、入った、ホームラン、先制、満塁ホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった、ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。4番の一振りで先制、素晴らしい一発が出ました。バッター平田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第9球投げました、ボール。第2球投げました、打った、内野ゴロ、井口ボールを取る、井口一塁キャンバス踏んでアウト、これで2アウト、ランナーありません。第9球外れた、ボール。第2球投げました、サークルチェンジ決まってストライク、落ちる球に全くタイミング合いません。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、抜けた、ボールは中継、小笠原ヒットを放ちました。バッターは藤井、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、またも空振り、タイミング合いません。追い込んでから投げた、打った、い当たりだ、抜けた、ボールは中継、藤井ヒットを放ちました、これで2打数の1安打。第9球投げた、サークルチェンジャーボール。第2球投げた、打ちました、1・2塁間へ、クルーズ掴んだ、セカンドから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって4対0、ドラゴンズまずは先制しています。3回の裏、4点を追いかけますマリーンズの攻撃、バッタークルーズ。第2球投げました、これはボール、外れてワンボールワンストライク。第3球を投げました、空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、高速スライダー、ボール、インローへ、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、ボール、わずかに外れました、カウント3ボール2ストライクです。第6球をインロー、空振り三振、バッター田村。第1球ストライク。第2球投げました、ボール、これはわずかに外れています、カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、打った、荒木下がっていった、セカンドつかみました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは岡田、最初のバッター初球打った、森野バックしていった、1・2塁間ライナーで破った、岡田ヒットを放ちました、これで2打数の1安打。バッター加藤、第1打席はレフトフライに倒れています。ファーストランナーをちらっと見て、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、インハイ際どい球、ボール、胸元をついてきます、カウントは2ボール1ストライク。ランナー走った、投げた、キャッチャー2塁へ送球、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。序盤終了しまして4対0、ドラゴンズ4点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。バッターは谷繁、今日2度目のバッターボックス、投げた、変化球ストライク、アウトコースへ、まずは入れてきました。第2球投げた、これは見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。
第3球を投げた、見送ってストライク。次が4球目、投げました、見送ってボール。カウントは2ボール2ストライク。次が5球目、もう完全なボール球。カウントは3ボール2ストライク。投げました、真ん中、空振り三振。まずは三振に切って取りました。第9、投げました、初球から打ってった、センターへ上がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。そして続くバッターは荒木。第9、投げました、ストレートはボール。第2球、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げました、打ちました、これはファースト間に合いません、ファールボール。空振り三振、成瀬三安がうなります。最後は空振り三振に打ち取られました。4回の表が終わって4対0ドラゴンズ、現在4点をリードしています。マリーンズ、この回は2番からの好打順、バッターは加藤。第1打席はレフトフライに倒れています。投げた、内角高め、外れてボール、わずかに外れました。カウントは2ボールノーストライク。第3球を変化球ストライク、インローへ。第4球は打ちました、右中間へのフライ、ヒット。加藤ヒットを放ちました。これで2打数の1安打。バッター鈴木、最初のバッター打ちました、初球打ち、レフトフライ、飛距離は出ていません。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターデスパイレ、打った、流し打ち、ライナー、これはヒットになります。加藤三塁を狙う、加藤三塁です、ストップ。デスパイレヒットを放ちました。ピンチを広げています。投げた、高め、ストレートは外れてボール、これはわずかに外れています。第2球、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、ボール、カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、セカンドライナー、これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。バッターは6番井口、今日の第1打席はスイングアウト、1塁タッチセーフ。投げた、初球を打ちました。